夜明け前は、島崎東村によって書かれた長編小説、二部構成。木ソロはすべて山の中であるの書き出しで知られる。日本の近代文学を代表する小説の一つとして評価されている。米国ペリー来港の1853年前後から1886年までの幕末、明治維新の激動期を中仙道の宿場町であった新州木ソ谷の 孫ゴ塾を舞台に主人公、青山半蔵をめぐる人間群像を描き出した藤村晩年の大作である。青山半蔵のモデルは旧家に生まれて国学を学び役人となるが発狂して座敷牢内で没した藤村の父親、島崎正樹である。中央公論史上に1929年4月から1931年10月、 1932年4月から1935年10月まで、断続的に掲載され、第1部は1932年1月、第2部は1935年11月、新庁舎から刊行された。1934年11月10日、村山智義客職、久保久志演出、夜明け前が新京劇団により月地小劇場で、上演される。 1953年に、夜明け前として、新道金戸脚色、吉村孝三郎を監督により、映画化。中千道木曽ま目め塾で17代続いた、本陣、庄屋の当主、青山半蔵は、平田派の国学を学び、王政復古に投水。山林を古代のように皆が自由に使うことができれば、生活はもっと楽にできるであろうと考え、 森林の使用を制限する終わり班を批判していた。数の宮下校、長州性抜など、歴史の動きが宿場にも押し寄せる。やがて大政奉還の噂が流れ、村人たちは、ええじゃないかの歌いに合わせて踊り歩いた。半蔵は、中津川の友人から、王政復古がなったことや京都の情勢を聞き、熱谷の一切は、神の心であろうでござるという言葉を胸に、思い浮かべる。 半蔵は、仮想の人々への同情心が強く、新しい時代の到来を待っており、明治維新に強い希望を持つ。しかし、待っていたのは、西洋文化を意識した文明開化と政府による人々へのさらなる圧迫など、半蔵の希望とは違うものであった。さらに、三輪の国有化により、一切の伐採が禁じられる。半蔵はこれに対し抗議運動を起こすが、 古町を解任され挫折。また、嫁入り前の娘、奥目が自殺未遂を起こすなど、カウンにも暗い影がさしてきていた。村の子供たちに読み書きを教えて暮らしていた半蔵は意を決して上京。自らの国学を生かそうと、国学仲間のつてで教部省に出資する。しかし、同僚らの国学への霊障に傷つき辞職。また、明治天皇の行列に、 幽国の和歌を書き付けた奥義を献上しようとして、騒動に。その後、飛騨にある神社の宮司になるも数年で郷里へと戻る。半蔵の生活力のなさを責めたママ母の判断で、四十歳ほどで隠居することに、読書をしつつ、地元の子供たちに読み書きを教える生活を送る。だが、次第に、叫びたりの生活になっていく。維新後の青山家は世相に適応できず、 加算を傾けていた。親戚たちは、この責任は半蔵にあると半蔵を責め、半蔵を無理やり隠居所に別居させるとともに、親戚間での金の融通を拒否し、狩猟を制限しようとする。温厚な半蔵もこれには激怒し、息子であるそうだに戦争を投げつけるのだった。そして、半蔵は、国学の理想とかけ離れていく明治の世相に対する不満や期待をかけて、 東京に留学させていた学問好きの4男、バスケが半蔵の思いに半死英学校への進学を希望したことなどへの落胆から精神を蝕まれる。そして自分を襲おうとしている敵がいると口走るなど気候に走っていく。ついには寺への放火未遂事件を起こし村人たちによって狂人として座敷牢に監禁されてしまう。当初は静かに読書に励んでいたが徐々に 獄中で衰弱してゆく。最後には、自らの排泄物を見境なく人に投げつける、廃人となってしまい、とうとう、座敷牢の中で病死してしまった。遺族や旧友、相弟子たちは、半蔵の死を痛みながら、半蔵丁重に生前望んでいた、国学式で埋葬したのだった。孫目で作り酒屋を営んでいた、大黒屋の当主、大脇兵衛角の武器は40年以上にわたる日。 記帳を書き残した。明治時代の大脇家は基礎一番の地主だったという。藤村は大脇家から引き調を借り出し、第一部の参考資料とした。藤村が作成した抜粋が藤村全集第15巻に収められている。1953年公開。近代映画協会が劇団民芸と共に制作し、民芸の俳優が総出演している。配給は新東宝。 第8回毎日映画コンクール撮影賞を受賞。音羽信子と子供たち。ありがとうございます。